You're listening to Shibuya Cross FM.18時を回りました。まどかとひかるの姉妹でチャティータイム。はい、こんばんは。はい、始まりましたね。明るい。もうすっごい明るいしね。うん、今全然違うこと言うのかなと思ったら同じ話だったっていうね。でもびっくりするぐらい明るいっすよ。なんか急にだよね。うん、先週あたりぐらいからなんか急に、ね、もう夏が下手したら春特攻して近づいてるんじゃないかなっていうぐらい暖かかったりして ね、皆さん結構ジャケット着てる方もいますけど暑くないのかな。でも今日ちょっと先週よりは少し涼しげな気がいたしますけれども、はい、雨降ってたからかな。あ、そっかね、雨もね、半袖の方もいらっしゃいますね。そう、だってこの間ノースリーブの人いたよ。そう、ノースリーブの方いましたね。さすがにね、寒いかなっても思うんですけど、ね、でもあの外歩いてるときあれだけど電車の中とかだとちょっとやっぱ蒸し暑いのよね。はい、かわいいね。かわいいピンクで髪ね、皆さんかわいいですね。もうあれ、春休みは終わるけど来週から、あ、今週、あれ、今週からもうゴールデンウィーク始まるのかな。え、だって27からで10連休、マジで間に、はい、まあ、会社にも寄ったりとかはするんですけど、はい、27からだと10連休に、27が土日で月曜日も29日はもう連休入ってるので。そうなんだ。そうですよ。そう、なんかね、私たちほら、うん、あんま連休とかあんま関係ないから ね、 ね、 からね、間にお仕事入る場合もあるし、もう逆にそういう連休中とかがこう書き入れ時だったりしますからね。そうなんですよね。そう、イベントとか ね、まあ、イベントはないんですけど、お仕事ください、ね、あのゴールデンウィークのイベント中、今思いついたかのように。そうです、あのゴールデンウィーク急遽ね、例えばじゃあ誰かが風邪でどうのこうのとか、うん、あの司会でも構いません、うん、はい、あのお仕事をください、ね、今見てる方、ある程度臨機応変に動けますみたいなね、言っておくとね、はい、はい、ぜひ、ね、こちらまでって出てないけど、はい、みたいなね、はい、よかったらね、そうそうそう、なんかね、ちょっとこう盛り上げたいでもいいですしね。そうそうそう、ちょっと MC が必要とかね、はい、はい、よろしくお願いします、ね、ちょっとウサギが必要みたいな時もね、はい、はい、うるさい場合とね、あの、うん、しっかりとした真面目に、うん、ね、しっかりとしてるようでしっかりしてないみたいな感じのね、はい、人もいますしね、はい、ぜひね、よろしくお願いします。ね、ゴールデンウィーク、それがね、うん、人が本当に足りないというか、分かんないですか、ね、でも。そう、結構あるからね、はい、あの病欠で急遽とかね、うん、そう、そういうので、だってね、舞台とかでも、そういうので、脚光を浴びた方とかもいますし ね、 そうね、何がこうきっかけになるか、分かりませんので。はい、よろしくお願いします。何の宣伝だっていうね、はい、たまにこう言っとけば、うん、定期的に言っとけば意外に、あ、そうやって、そういえば言ってたなってね、言ってたなって、方は出てくる。だってムロツヨシさんが、はい、今もねすごく有名な素晴らしい役者さんですけど、はい、うん、まだそんなに無名の頃に、はい、なんか監督なりお仕事関係にの方に会う時に必ずフルネームでムロツヨシですっていうのをずっと言ってたんだって、うんうんうん、で言って歩いてて、とある監督さんかテレビのプロデューサーさんかなんかが、なんか誰かキャストいないかなみたいなことをこうみんなで打ち合わせしてる時に、顔は出てこないのにムロツヨシっていう名前だけすごい思い出して。確かにすごい覚えやすい名前ですよね。で語呂もいいしね、うん、なんかね、でムロツヨシさんってって思って検索したらムロさんで、そこでお仕事オファーして、そこからどんどんっていう話を聞いたことあるので、なんかね、こう言っておくとか、名前をまず覚えていただくとか、まあ見た目でもいいですし、 それってねすごくね、結構こういうお仕事では特に必要かなって、大事かなって思いますね、はい、はい、そうですね、真面目なお話もしてみたりして、はい、ではね、本日の誕生日カクテルご紹介していきます。4月22日誕生日カクテルはウイスキーフロート。フロート、はい、フロート、はい、
酒言葉が生きていることに幸せを感じる純粋な人。あ、素敵ですね。よくね、なんかこう生きてるだけですごいんだよみたいなことをね、丸儲けみたいな、ね、丸儲けみたいなね、言葉もありますけど、もうね、そういうことですね。生きていることに幸せを感じる純粋な人。こちらのお酒はですね、ベースウイスキー、やや中辛口、甘口、どっち？ね、中辛口、やや甘口、どっちっていうお酒ですけど、後から甘くなるのかな。最初甘くてちょっとピリッとするんじゃない。あ、するのか、うん。で、フロートっていうのはですね、水とウイスキーの比重の差を利用し、あ、水の上にウイスキーを浮かべる飲み方だそうです。で、時間をかけてウイスキーのさまざまな一面を楽しむことができる。おお、じゃあこれウイスキー好きの方いいですね。どんどんちょっと薄くなったりとか、うん、ね、するかもしれない、ね、うん。ウイスキーは水の重さと比べるとかすかに軽く、その比重の差からウイスキーは静かに注げば自然と水の上に浮かびます。飲んでいるうちに自然と混ざり合ってきたり、スワリング、グラスを回して好みのタイミングで混ぜ合わせたり、一杯のグラスからウイスキーの変化を楽しむことができる飲み方、はい。フロートのコツ、ご自宅でウイスキーフロートを作る際はウイスキーを瓶から直接注ぐのではなく、あらかじめミニボトルや小さめの容器に移しておくことが成功への近道だそうです。はあ、そうで、まず水の表面ギリギリのところにバースプーン、一般的なティースプーンでも OK、はい、を持っていき、グラスの内側にスプーンの背を当てます。ほう、フロートスタイルでは乗せる液体を少しずつ静かに丁寧に注ぐことがポイント。で、勢いよく液体がグラスに入ると衝撃で混ざってしまうの で、ね、スプーンの背に伝わせて静かに入れると大変だな。ね、でもなんかよくさ、お水もさ、こう帳面なんちゃらみたいので、こうちょっとずつ入れてなかなか溢れないみたいなね、うんうんうん、ありますね。そう、だから少しずつ入れることで、うん、またね、何かこう違うものがこう出来上がる、うん。そう、確かにコーヒーと牛乳もうまく入れると、一回どう入れたか分かんないんだけど、うまくいって豆乳とコーヒーを混ぜて飲もうと思ったら、なんか一回ね、綺麗に2層になったことがあって、お家で。だからそれも入れ方によるってことですね。そう、注ぎ方で変わるみたいですね。はい、ね、ぜひ簡単にね、これだとお水とウイスキーがあれば作れるので、ね、ぜひ作ってみてください。ね、美味しそうですね。はい、そして今日は何の日かと言いますと、はい、まずカーペンターズの日。カーペンターズ知ってる？あれ、曲イエスタデイワンスモアとか、イエスタデイワンスモアトゥルルルドってやつかな。ドロロロド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 ロロドロロ、そう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 、それです、それです。そうとか、あと結構ね、学校へ行こうって番組とかでも使われてたり、なんかいろんな場面で学校の教科書にもね出てきたりするのでね。なんか意外にこのカーペンターズさんの曲ってすごい低いところに入ることあるんですね。声ね、すごい低いんですよ。そうそうなんですね、ご兄弟でやられててね、うん。はい、1969年4月22日にカーペンターズが A&M レコードと契約し活動を開始したことにちなんで、現所属元のユニバーサルミュージック合同会社が記念日に制定しているそうです。いまだにね、やっぱ名曲もあちこちでね、使われてたり歌われております。私もスーパースターっていう曲がすごく好き で、うん、でそれがスーパースターに恋をした女性の歌なんですね。で、ラジオから聞こえてくるこう、まあ、その人は多分ギタリストなのかな、うん、あなたのギターのこう音色で私はこうあの時の恋を思い出してるよみたいな、もう私のことを忘れちゃいましたかっていう歌なんだけど、だからそれが熱狂的なファンで、私の見解ね、熱狂的なファンでこう想像の中の恋なのか、それとも彼がすごくこうビッグになる前に実は恋をしてて、 あなたはこうもうスターになっちゃったわねっていう歌なのか、なんか どでもなんかどっちもロマンチックでいいですね。そう、どっちにでも取れるなっていうね、うん、そうそうそう、歌でございます。ぜひ聴いてみてください、
はい、そしてもう一つはダイヤモンド原石の日。一般的に4月の誕生石はダイヤモンドなことと、一つのダイヤモンド原石は対に分けて磨くことが通例とされていることから、対を表す2が重なる22を合わせてジュエリーや貴金属の加工販売業を行っている株式会社タサキが4月22日に記念日を制定しているそうです、ね、4月生まれにはいいしね、ダイヤモンド、ダイヤモンド、まあ、4月生まれじゃなくてもダイヤモンドはね嬉しいですけど ね、いいですよね、ダイヤモンド、ダイヤモンドキラキラしてね、そう ね、はい、いいですよ。そんなね、なんか宝石に興味はないんですけど、なんかしっかり宝石ガチの見たことないかも。あでもあないか、私ないかも。たまにあのなんかイエローダイヤとか飴みたく綺麗な、あもう大きい飴みたいな大きさなのよ。へー、そうサクマドロップあるじゃない、はい、ドロップあれの飴の大きさだったりもっと大きいのもあったりして、もうそれが本当もう透き通ってキラ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 して、もうやっぱなんかキラキラしてるものはね、うん、嬉しいよ ね見てるだけで、ね、そうだよ、ね、そうなんだ、ダイヤモンド自分だとでも区別つかないかも、なんかちょっとおもちゃみたいな感じだと。今さ、まあ、それはガラスだったりもするけど、うん、あのスワロフスキーとかも、うん、下手したらダイヤより輝くぐらいとか、あとそのガラスの石、ガラス製の石で、そのスワロフスキーまではいかないけど、そういうものも結構それこそハンドメイドやってるといっぱい石があるんだけど、すごい綺麗だし、透明度もなんか A 級とかなんか B 級いろいろあるんだけど、すごくね綺麗なんです。いいやつは本当にすごいですもんね。そうなの、そうなの。だからね、見分け私もちょっとわからないかもしれないね。そうなんでございます。はい、あこんばんは。ああどうもお久しぶりですありがとうございます。たまたま通らしちゃったのかな、あ偶然、はいすごい、あの浅草でねお店をやられてる。あそうなんです ね、そうですね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ね、観光でもね、はい、はい、ではね本日もまどかと渋谷でランデブー、まどかとひかるの姉妹でチャティータイムは毎週月曜日18時から渋谷シダックスビル1階サテライトスタジオより生放送でお送りしております。はい、では本日の1曲目聴いてください。まどかでフレイヤ、どうぞ。
まどかでフレイヤ聞いていただきました。はい、ではフェイバリットムービーコーナー参りたいと思います。今日はねちょっと怖い映画の紹介になりそうですね、お互いに。あ、そうですね。はい、あ、じゃあヒカルさんの方からどうぞ。はいはい、ご機嫌。私は、はい、ホラー映画のですね、はい、ネットフリで見ました、はい、ブラックサンっていう、ね、うん、映画で、これスペインの映画だそうです、うんうん、去年ね、23年に公開された映画なんですけど、はい、まあ、ざっとあらすじ、超能力を持っていた、うん、スペインの、戦後ですね、超能力を持っている若いナルシーサっていう少女がいるんですけど、うん、でその子が村人たちも頼るほどすごい超能力、神からの言葉とかいろんな超能力があると、超能力と霊力、霊能力のなんかいろいろ、そうなんですよ、っていうのがある子 で、うん、で大人に なってから女学校の修道院に、新米教師として働きに来るようになるんですよ、うんうん、でそこの実は修道院の中で変なことが、いろんな不思議なことが起きたり、子供たちの、その女子生徒、女生徒たちの中でも変な噂があるんですよ。落書きに、急に壁に現れる落書きに、付け足してはいけないとか、その落書きに触ってもいけないとか、いろんな、まあなんか学校でよく七不思議みたいな感じでも、でそういうのがいろいろ出るんですけど、でいろんな不可解な現象が起きて、それを実はその超能力がもう失われていたと思っていたその主人公のナルシーサは、だんだんその超能力がまた蘇るというか、変なことばっかり起きるし、突き止めると修道院であってはならないようなことが昔実はあって、あ、過去にね、そうなんです。それをまたね、彼女は超能力を使って暴いていくみたいな。そうなんですよ、まあ、ホラーで、うん、さ、あの、まあ、パッと見シスターとかその修道院系なんで、うん、悪魔かなって思ったんですけど、うんうん、すごい悪魔系でもない感じで、あ、そうなんですね、はい、へえ。なので、資料館とか見たく、バンって出てびっくりする感じはそんなないかなっていう感じで、うん、資料館は ねやっぱりね怖い、うん、あれ一人で見れません。だいぶホラー映画とか階段体勢ついてきたけど、そう、まあ怖いです。新作ね、新作は一人でちょっと見るの怖いね、うん、怖い。何回も見たことあるやつなのよね。なんかこう出てくる場面とか分かってたら、うこう目つぶればよかったり、そらせばいいからあれだけど、ね、そう、へえ、はい、なんか見やすかったです。うん、でも日本語の吹き替えがないんですよね、うんうんうん、映画なので、まあ字幕なんで、まあ、スペイン映画だとあんまりないかも ねなので、しっかりと見れるときにしっかり見た方がいいかもしれない、ね、流し見ちょっとできないもんね。そうですね、字幕大事なんで、はいはい、終わったら見てみてください、はい。まあ、実際にそういう修道院とか古くからある修道院って、実は裏でもこういうことって昔過去にはあったのかなとか、確かにね、そういうのあったりするもんね。それによってなんかね、災いとかどうなんだろうなって、ちょっとなんかそういうのあるのかなみたいな、ちょっと念が残っちゃってるとかね、うん、っていう感じで見てました。ぜひ見てみてください、はい、ブラックさん、はい、ブラックさん、はい、ネットフリックスで見れます。はい、はい、では私はですね、カムプレイラリー、スマホの中に住むもの、なんかもう現代にこうすごく通ずるなっていうホラー映画で、まあ、どっちかっていうと、なんていうのかな、子供から大人まで楽しめる感じの、そうホラー映画でして、ちょっと優しいホラー映画って言い方変ですけど、はい、で自閉症の少年オリバーが主人公 で、はい、であまりこうちょっと精神的なあれもあったりして、うまく喋れなくて、その喋るためのそういう病院とかも通ってるんですけど、なかなかちゃんと言葉を発せれないので、スマホでこう言葉を押して返事とかできる、それで会話をしてる男の子 で、はい、で学校でもなかなかこうちょっとお友達ができづらくて、うん、いつも一人ぼっちで寂しいなっていう感じの子だったんですよ、うん、でもある日スマホにちょっと不思議な、そのラリーっていう、なんていうんだ、あれはなんか骸骨がもっとこう間延びしたみたいな、ちょっと奇妙な絵本のゲームがインストールされていて、勝手に、でそこからだんだんこうちょっと始まるんですけど、うん、でそれをインストールして見ていくと、うん、そのラリーっていうのはその人も一人なの、一人ぼっちだから友達を探してるっていう状態で、
ってそういう、こう少年たちに近寄ってくるのね。そうでそこでこう深夜ベッドで寝てるとドアを開ける音がして、でも姿が見えないとか、最初はちょっとそういう状態なの。あ、じゃあスマホの中にいるのに現実でも一応ラリーもいるってことか。現実でも出てきてしまうんじゃないかみたいな、こう恐怖感があって、で、まあ、その両親と少年ラ、うん、少年オリバーとで、ちょっと他の学校の友達にもこう影響するんですけど、そう結構ねずっとこうヒヤヒヤドキドキしながら見れるので、そういう体験ホラー、体験型ホラーみたいなのが好きな方はねいいかもしれないですね。そうでもね、なんか、まあ、ちょっと最後はほっこりするような切ないような、あ、はい、そうなんだ、感じなんですけど、そうなんか、ある意味ちびっこに携帯持ちすぎたらダメだよっていう警告になる映画でもあるなっていう、なんか、まあ子供にね、そう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 、ちびっこ、こんなことあるよってね、ゲームばっかりしてたら怖いよみたいなね、感じの警告にもなる、はい、なんか一緒に見て楽しめるかなっていうねホラー映画でございます。こちら Amazon プライムで見れますので、カムプレイラリースマホの中に住むもの、ぜひ見てみてください。はい、はい、では本日の2曲目聴いていただきます。マドカでラビリンス、どうぞ。 So said the prince, What beautiful voice is this that I hear? Someone so beautiful, Someone so dear. What?This beautiful voice in my ear? Rapunzel, Rapunzel, let down your hair so that I may climb the golden stair.マドカでラビリンス聞いていただきました。ありがとうございます。はい、ではタロット占いコーナー参りましょう。いいよ。はい、ね、もうゴールデンウィークにも入りますし、ね、かわいいちびっこがいる、ね、かわいいです ね、スパイダーマンのリュック持ってる。本当だ、スパイダーマンじゃん、ね、かわいい。はい、じゃあね、タロットスパイディポーズしましたからね。
うさぎが、ね、うさぎがスパイダーマンポーズね。ありがとう、Thank you。 バイ。じゃあ ね、今週の運勢、はい、皆さんの見ていきましょう、はい、もう来週はゴールデンウィーク突入してますから ね、皆さんもゴールデンウィークどうなるのでしょうか、はいね、どんな1週間になりますでしょうか、はい、よいしょ、じゃあ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 、はい、1、2、3、4、5、6、7、ででん、お、お、エンプレス、はい、女帝の逆のカードですね。エンプレスの逆、ちょっと見ていきますよ、はいね、どんな1週間かな。さあ、ちょっとなかなかこう思ったほどの、うん、こう満足感は得られないかもしれないかなっていうね、ちょっとね、今週はね。でもあのすごい悪いカードとかではないので、うん、なんて言うんですかね、自分の中から出てくる不安とかそういうことでチャンスを逃しちゃったりするので、あんまりこううつうつ不安とかなんかそういうの考えない方がいいかもしれないです、うん、であと期待をしすぎるとそれもなんかこう、うん、あ、やっぱダメだったなとかそっちに思っちゃう。なんかフラットにいるといいのかなと、あまり考えすぎず、そう、考えすぎずにね。でこう自己満足にこういろいろと陥ってないかをこう見直してみたりとか、あと自分のことをこう内省するといい時期かもしれないです。なんか本当にこれで合ってるかなとか、うんうんうん、なんかこうね、見返すというかね、今までやってきたこととかちょっと今うまくいかないなとか、まあ、恋愛でもお仕事でも、うん、そういうのをこう自分に自問自答してみるといい時期かもしれないですね、はい、なるほど。そう、なんかどっちかっていうと本当は恵まれてるとか幸せなのに、なんかちょっと不満足だなとか思っちゃいがちな1週間になるかもしれないので、なんかこう普通が当たり前がこう幸せって思えるようにしていくと、だんだんね、運気も、うん、そうですよね。なんかこう上がり下がりない普通の平凡なのが意外に一番なんか、そうなんだよね、なんか波風ない感じがね。そう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 ね、実はそれがこう平穏だったりね、うん、するので、うん、そう、なんかそうするとね、こう満たされないなとかって思わずに、なんかこう短所より長所に目を向けるようにしていくと良さそうでございます、うんね、せっかくのお休みだし、はい、まだお休みじゃないね、今週はね。そうか、今週だから、はいはい、ゴールデンウィークは来週からですね。来週ですね、はい、ではね、はい、いい週間になりますように。はい、はい、それでは読ませていただきます、はい、今回のメッセージテーマはゴールデンウィークの楽しみはですね、さあ皆さんどんなゴールデンウィーク楽しみでしょうか、はい、本日3件かな、はい、はい、いただいております。ありがとうございます。まずお一人目から読ませていただきます、はい、ラジオネームジェントルさんからです。まどかお嬢様、ひかるお嬢様、江崎社長、スタッフの皆様、こんばんは。こんばんは。桜も散って暑さが際立って早くもバテ気味のジェントルが来ましたぞ。いや、確かに、ちょっと暑い時ありますから ね。去年も同じことを言いましたが、うん、人が多いこの季節、うん、家で引きこもりたいと言いたいところなのですが、なんと今回全て仕事となりました。おお、人を喜ばすサービス業の方々にとってこの時期は書き入れの時ですからな。そうですね、そうですね。究極のサービス業で荒らせられる芸能のお嬢様方も忙しいのだろうなと思いつつも、我が輩も頑張りますかな、はい、そして疲れたら光るお嬢様の配信に癒されに行くので配信も頑張ってくり、うん、それではまた。はい、ありがとうございます。全部仕事って大変ですね。大変ですね。お休みない ね、まあ、でもそういうもんですよね、やっぱり ね、飲食店とかね、うん、サービス業のお仕事も特に逆になんかその時に開けてないとみたいなのありますからね。そう、みんなが休みだからこそ来るだろう、そう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 、来るだろうって。でもみんな意外に違うとこ散らばっちゃってね、っていう場合は読めないですからね。分かんなくてね。でも開けとかなきゃってなりますよね。なるなるなる。ね、そうですよ。はい、でお二人目読ませていただきます、はい、ラジオネーム秀弘さんからです。まどかさん、ひかるさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。今週のメッセージテーマ、ゴールデンウィークの楽しみは、今年のゴールデンウィークは久しぶりに半分が丸々仕事になってしまいました。あら、みんな仕事や。やっぱね、コロナもだいぶちょっとね落ち着いてきたりして、皆さんそういうのがこうドドドッと来てる、詰まってきてる気もします ね。はい、その振り替え休日をゴールデンウィーク明けから取る予定なんですが、うん、その時にファスティングでもやってみようかなと密かに考えております。いいですね。できるか分かりませんが、
い、それと休みの半分のうち2日間楽しみがあります、うん、1日は M3 かな、うん、という音楽同人即売会のイベントに久しぶりに行って、はい、お会いしたいミュージシャンとお会いできたり、うん、音源の購入ができること、あ、いいですね。そしてもう一日は、はい、10年以上好きで大好きなバンドさんの、うん、昼夜2回の単独公演の開催、おー、ずっとずっと楽しみにしております。それは楽しみだ。いいですね、はい、お二人はいかがですか、ね、と、はい、それは楽しみですね。それは楽しみだね。いいですね。そして、うん、3人目、はい、読ませていただきます、はい、ラジオネームうどん県大好きさんからです、今年のゴールデンウィークは、島根県のショッピングモールで開かれるラジオの公開収録へ行きたいと思っています、うん、一昨年10月以来です。あ、へえ、そう、公開ラジオ島根県でやってるんですね。へ、楽しそうですね。いいですね、そういう楽しみがあるの。そうそうそう、やっぱ、ね、いいですね、生で見て聞けるとかもやっぱいいですね。ラジオもそうだし、ね、そのライブとかもやっぱこう生音を感じるっていうのはね、楽しいよね。楽しいです。なんか音をこう浴びてる感じというか、うん、またステージで聞くのと、うん、こう会場でね、うん、見るのとって結構違うので、うん、そう、最近結構その友達のお友達のバンドさんのライブとかにちょっと行かせてもらって、なんか久しぶりにこう爆音を聞いて、あ、やっぱいいなと思いながら、そう、なんかこう落ち着いた演奏ももちろん好きだし、なんかそう、結構その小さい頃から爆音聞いて育ってるので、うん、あ、やっぱなんか懐かしさがあるというかね、うん、そういう気持ちにもなります ね、 いいですね。はい、ね、なんか光はゴールデンウィークは、私特にないですね。あんま外も出たくないし。いや、でもほら、お家での過ごし方もあるじゃないですか。まあ、お家で過ごして、もう配信ですかね。まあ、やっぱね、もう皆さん休みの日、逆に私みたく、うん、休みはあるけど外出たくないっていう方とかね、配信来たいなっていう方とかは、人絶対多いもんね。だって外、そうですね。あとはもう撮影ですかね、 TikTok 撮影とか、ね、ゴールデンウィークに何かしらあげれれば、うんうん、こうやっぱ皆さん休みで見るじゃないですか、ね、どの時間帯にも必ず人がログインすると思うんで、それもね、ゴールデンウィーク中に YouTube も久々にあげれたらなとかね、いろいろ考えております。世の中の方々がお休みの時期だからこそ、確かに、ね、動画投稿する人たちは狙い目じゃないですか、ね、みんなやっぱそこで、あの、もうね、そう、連続で投稿した方が ね、やっぱ視聴者数とか上がると思うんで、と思うので、ね、私はもうそれしか考えてないですね、うん、どう動画、どんな動画を作ってあれしようかみたいな感じですか ね、 いろんなのあるもんね、うん、大変だよね、やっぱね、いろいろこう自分で考察して考えて作ってっていうのはね、うん、たくさんいらっしゃいますからね、すごい方々が、ね、そうですね、皆さん全部自分で、いや、すごいよね、ある意味でもこう自分の発信をこうする、なんだろう、場所ができたっていうのもあるし、うん、逆にこういろんな方がね、才能ある人もすごいどんどん出てきてるから、ね、難しい場所でもあるんだけどっていうのはね、すごくありますね。なんか姉さんはありますか、うん、私はちょっと久しぶりにお友達に、なんかもう下手したら1年ぶりの人にもちょっと会ったりとか、あとは5月18ライブがあるので、はい、その歌の練習もしたり、うん、あとちょっと見たい映画があって、前ラジオで紹介してるんですけど、偉人たちとの夏っていう日本の、もう私が生まれたぐらいに、うん、公開された映画があって、うん、でそれはとある、主人公の人が亡くなった両親、なんかちょっと田舎に帰ってみたら亡くなった両親の若い頃にそっくりな夫婦に会うのよ。で仲良くなってお家に行ってご飯とかも食べたりとかするんだけど、でも完全に両親なのね。でも亡くなってるはずなの。でもその場所に行くと会える。だから会いたくてご飯を食べに行く。でも夏だから、まあお盆あたりのあれなんだけど、でその中ですごくこうミステリアスな女性とも恋に落ちて恋をするんだけど、ちょっと怪しさがあって、そうで、まあ、実はこうその人たちが霊で、まあ、その時期にこう、でもやっぱ亡くなった人だから、その人たちと会ってると生きてる人間はちょっとこう生気を奪われていくのね。あ、そうで、
会社に行くとお前どうしたっていうぐらいこうげっそりして青白くなって不健康にどんどんなっていくと、だからちょっとずつ持っていかれるけどみたいな、そうなんかそういうお話なんですけど、それのもともと小説で、うん、それが再映画化されて、また海外で偉人たちっていう映画として今上映されてるんですね。もともと日本の小説が映画になって、それが偉人たちとの夏、はい、でそれの海外バージョンがつい最近偉人たちっていうのでだいぶこうリメイクされて今上映されてるらしくて、なんかそれもちょっとフラッと見に行こうかな、行けたらみたいな感じですかね。でもそれだけね、前の作品が今もこうリメイクとしてされて相当人気の作品ってことですよね、うんうん、だいぶなんかこう今の時代に沿った問題とかも結構織り込まれてるらしくて、そうだからちょっとね見てみようかななんて。いいじゃないですか、はい、ちょうどね今の話来てゴールデンウィーク予定ないなっていう方、うん、映画館にね、そうね、あそういえばねまどこさん言ってたから行ってみようかなって、ね、なんてね、そういうのも ねありでございますね、はい、はい、皆さんもねメッセージありがとうございます、ありがとうございます、はい、では本日の3曲目聞いてください。まどかで100万本のバラ、どうぞ。まどかで100万本のバラ聞いていただきました。はい、さあではだいぶおなじみになってきた、ね、今回6回目、6回目ぐらいかかな、はい、そうなんかねだんだん分かんなくなってきてる、何回目だか分かんなくなる、分かんなく、ね、あ何回目って書いとけばいいんだな、あ毎回ね第何回目、はい、第6回とかね、はいはい、でね来月忘れてるんですよ、そうなんですよ、そういう感じなんですけど、何回目だっけとかね、はい、ではね、はい行きましょうかね、はい、挨拶をします、はい、起立礼着席、はい、では早口言葉教室本日も授業を行っていきたいと思います。はい、はい、今日はですね教科書6ページを開いてください。はい、はい、どんどん難しくなっていきますよ早口言葉、はい、皆さんも一緒にぜひやってみてくださいね、ま、今日難しいですよ、はい、今日難しい、まず初級が、はい、
知事の指示、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 はい、3回。中級、これ難しい、バナナの謎はまだ謎なのだぞ、3回これね、さっきちょっと控室で練習したけど、めちゃくちゃ難しいです。そして上級、これよく聞くけどすごい難しい、ジャズシャンソン歌手、ほう、3回。ジャズサンシャン、もうダメだ、サンソン、サンソンになっちゃうね。シャンソン、ジャズシャンソン歌手、はい、ジャズシャンソン歌手、はい、3回ですね。はい、はい、じゃあ私から、はい、先生、あれ、これって交互にやってましたっけ。そうですね、交互にしてましたね、はい、交互に確か、はい、まず初級、初級ですね、はい、はい、こんばんは。はい、じゃあまず初級の知事の指示やっていきますよ、はい、皆さんも一緒に3回繰り返します、はい、やってみてください。知事の指示、知事の指示、知事の指示、まあ、これはね、これは大丈夫だと思うんですよ。お、楽勝っすね。中級からですよ、もう、はいはい、じゃあヒカルさん、はい、行ってみます、はい、行きます、はい、知事の指示、知事の指示、知事の指示、はい、もう楽勝ですね、はい、はい、これは大丈夫だ。皆さんどうでしたか、ね、皆さんどうでしたかね。これ言えなかったらちょっと大変ですよ、ね、これ結構簡単じゃないですか。さしすせそ苦手な人もいたりしますね。あ、そっかそっか、はい、はい、じゃあ中級いきます。バナナの謎はまだなの謎なのだぞ、はい、もうね、怪しい、ね、じゃあ皆さんも一緒に、バナナの謎はまだ謎なのだぞ、バナナの謎はまだ謎なのだぞ、バナナの謎はまだ謎なのだぞ。ダメだな、これ言えないね。バナナの謎はまだ謎なのだぞ、まだ謎なのだぞがね、難しいです。ちょっと私は、いや、これ言えるかな。はい、はい、ヒカルさんいきます、はい、生徒代表滝川ヒカルいきます、はい。バナナの謎はまだ謎なのだぞ、バナナの謎はまだ謎なのだぞ、バナナの謎はまだ謎なのだぞまだちょっと最初 あれだったね、まだ謎なのだぞがね、なんかいっぱいあったね、いろいろ言葉が ね増えてましたね。顔こわばっちゃう、こうやって顔がね、ちょっとあの玉置浩二さんのモノマネみたいな顔して言わないと、そうそう、なぜそう、はい、じゃあ上級の、はい、ジャズシャンソン歌手、はい、これ3回ですね、はい、一緒にやってみましょう。ジャズ、あ、もうダメだ先生先生もうね、先生の資格ないぐらいダメジャズって、しかもね、シャンソンとか歌、ね、たまに歌わせてもらってるのに一番難しいみたいな、うん、いきます、もう一回。ジャズサンション、あれ、ジャズシャンソン歌手、ジャズシャンソン歌手、ジャズシャンソン歌手、おー、うん、いい、うん、難しいです ね、ちょっとダメかもしれない、はい、じゃあ、はい、生徒代表、はい、いきます、はい、ジャズシャンソン歌手、ジャズシャンソン歌手、ジャズシャンソン歌手ちょっとちょっと怪しかった ね、 怪しいですね。でも私よりはちょっといけた気がしますね、はい、滑舌練習大事ですよ、ね、ジャズシャンソン、そう、サンソンになった、シャンソン、そう、ジャズシャンソン歌手、ジャズシャンソン歌手、あ、うん、やっぱもうすごい口をね、口開いて、ジャズシャンソン歌手、シャン、ジャズシャンソン歌手、ジャズシャンソン歌手、シャンソン歌手、はい、ね、バナナの謎はまだ謎なのだぞのところが難しいのね、な行とかま行とかね、そうね、これどんどん難しくなっていってますよ、うん、ねえ、ねえ、ね、上達してるんだかどうなんだかみたいなね感じですけど、そうですよ、はいはいはい、またね、来月もお楽しみにしていてください。はい、はい、早口言葉教室でございました。はい、はい、難しいですね。ではね、難しかったね、はい、はい、ではそろそろお別れのお時間も近づいてるので、はい、告知コーナーに参りたいと思います、はい、ではまず私の5月18日のライブの画像をお願いします。はい、はい、こちら、私まどかと西浦秀樹さんと第3弾ロマンスポップスナイトスプリング、うん、5月18日土曜日に行います。で今回また演奏を入ってくださるミュージシャンの方もちょっとメンバーさんが変わりまして、またねちょっと新しい音を聞いて楽しんでいただけるんじゃないかと。で、まあ、ちょうど 春から梅雨にかけての時期なので、うん、まあ、ちょっとね
雨にちなんだ楽曲とか、あらいいですね、はい、カバーとちょっとオリジナルも歌いつつでね、あのデュエットコーナーとかもあるので、ちょっとね何をまた歌おうかななんて今考え中でございます。いいですね、はい、ぜひね、私の、X あと、まあ、インスタグラムだとちょっとねあの URL が載っけれないので、はい、X の方からその詳細の URL もアップしておりますので、ぜひチェック予約ご予約、はい、応援よろしくお願いします。おつまみ付きって書いてますね。そう、おつまみ付きです。おー、いいですね。ミュージックチャージが、はい、1650円、はい、で、テーブルチャージが1650円で、一応こうおつまみお菓子がついてっていう感じですね。で他はお酒とかちょっと軽食も一緒に楽しみながら、着席スタイルでね楽しんでいただけるので、いいですね、ゆったりと聞けますね。そうそうそう、ちょっとね、お友達とのこう一緒に来るのもいいし、デートでも使えますし、お一人でも全然フラットね楽しんでいただけると思うので、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、そしてじゃあヒカルさん、はい、何から出ますかな、まずポコチャか、うん、はい、ポコチャですね。はい、今日明日はお休みですね。私明日はですね、第4週の火曜日はですね22時から渋谷クロス FM さんで姫木さゆりの昭和ラモードに出てますので、今日の配信と明日の配信はお休みでございます。はい、水曜日からまたね配信やりますので、皆さんぜひポコちゃんの方遊びに来てください。そして次、TikTok ありがとうございます。はい、 TikTok もこの間ちょっと返信動画をですね出しました。よかったらぜひ見てみてください。今ね、猫ちゃんを、はい、ちょうど今ね一番右下で動いてくださっている動画なんですけど、なんか猫ちゃんを擬人化させたりとか、トムとジェリーのね、はい、流行ってるの、それをやってみました。実はリボンも自分で作りました。よかったら見てみてください。ありがとうございます。動かしていただいて、はい、猫ミームとかもね、はい、置いてありますので、で YouTube 出ますかね。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、お、5000人になってる。ありがとうございます。すごいね。なんとですね、YouTube から通知が来るの初めて知ったんですけど、うん、YouTube を開くと、うん、ショート動画だし100万回再生超えたんですね。それが、うん、おめでとうございますって通知が来るんですよ。あ、そういうのあるんだ。 YouTube を開くと、あなたの動画はショート動画100万回再生達成しましたみたいなので、ショート動画はまた TikTok のやつと、あ、そうです、あ、 TikTok のやつが TikTok のただ載せてます。あ、そういうことか。だから TikTok の猫ミームを、うん、YouTube にちょっと前に出しておいたんですよ。でまだ YouTube では流行ってなくて、そうそうそう、だからそっちから見る人もいるし、そうなんです、 TikTok からの人もいるし、はい、みたいなね。それでショート動画がね、なんか知らない間にバズってなんか急にバズって100万回再生って、今5000人も ね、はい、確かにね、登録してくださってありがとうございます。よかったね、 YouTube 頑張って、ちょっとゴールデンウィーク中1個ぐらい歌動画上げれたらいいかなと、はい、思っておりますので、はい、よかったら皆さんよろしくお願いします。あ、インスタグラムもいいですか。はい、ありがとうございます。本日も来ています、エンジェルサイズさんのアンバサダーを今回もさせていただくことになりましたので、よかったらね、ヒカルちゃんのこの句かわいいなっていう方がね思った方はチェックしてみてください。載せてあるんで、はい、よろしくお願いします。はい、はい、滝川ヒカルでした。はい、はい、滝川ヒカルでした。はい、まあ、まどかのインスタグラム出るかな。はい、こちらもね、ライブの詳細などもアップしておりますので、はい、ぜひチェックしてください。はい、はい、で、まあ、ノスタルジアの方も、商品はまだ販売も全然ネットでベースの方でしているので、はい、ぜひねチェック、いいねよろしくお願いいたします。はい、はい、ね、もうあっという間に4週目今月はね第5週目があるので、あ、はい、来週、はいはい、もうゴールデンウィーク真っ只中ですね。29日の月曜日なので、はい、ぜひねそちらもお時間ある方はぜひ視聴してみてください。お便り待ってますよ。はい、お便りもたくさん待っております。はい、はい、何喋ろうか ね、 ね、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、では本日もまどかとひかるの姉妹でチャティータイムでした。ありがとう、バイバイ。